えいちゃん、はいはい、よりやすさん。ちょっと今回はさ、えいちゃんやったらどう思うっていうような話やねんけど、もう数年前の電車での出来事やねんけど、なんか電車の座席は埋まってて、やや満員電車かなっていう感じやってんな。ほんで俺仕事帰りの電車で一番端っこに座っててんや。端っこね。ほんで、俺の隣に20代から30代ぐらいの女の人が座ってて、で、俺は目を閉じててんけど、考え事してたから寝てたわけじゃないのよ。ああ、なるほど。はい。だから、こう、女の人になんかもたれかかったりとか、そういうなんか迷惑かけてることもないはずやねんけど、いきなりその隣の女性が、俺の横腹を肘で思いっきりぶつけてきてんの。ほうほうほう。でも、もしかしたらその電車の揺れとかでぶつけてしまったんかなって思って、めっちゃ痛かってんけど、とりあえず知らんふりしててん。でも、それを2、3回繰り返して、さらに強い肘パンチしてきてんな。それはもうあれだね、偶然じゃないね。そう、ほんで俺も思わず痛って言ってしもて、ついでにもう隣の女の人に、何ですかって聞いたんよ。そしたら、その女の人が、お前だろって言うねんな。意味わからんや。んで、何が？俺なんかしましたか？って聞いたら、その人が、隣に言えよって言うねんな。ほんで、何のことって思いながら、女性の奥側の方を前にのめり込んでみたら、完全に反社ですよねって言わんばかりの男の人が、なんか大股で思いっきり手を広げて新聞読んでんねや。なるほど。多分邪魔になってんねんなっていうことは察知できてん。でも、だからってその隣の隣におる俺が注意しろっていうこと？みたいな感じになるやん。本当だよね。そうやんな。その時俺分からんようになったんよ。そういうのは俺が注意せんなあかんのかっていうのと、俺の見えないところにいる隣の隣にいる人のことまで気にかけて、なんか注意しやんとあかんのかなって変な分からんようになってきてんな。確かに。しかもやで、その男の人っていうのがちょっと反社っぽくて、めっちゃいかついねや。怖いね。そう、こんな人になんか言うのももう怖いやんか、俺も。だから、みんなこういう場合どうしてんねやろって思って。えいちゃんやったら、どうしてるっていうか、このことについてどう思うかなと思って、ちょっと。まあ、まず一つ言えるのは、その多分、女の人からしてみたら、ヒゲさんも反社に見えたんだろうね。悪いもん同士で潰し合えよ、みたいなところは。ここ冗談だけど、ヒゲさんは結局どうしたの？いや、俺はもうその後降りる駅のところでもうあんまり関わらんと降りてんけど、いや、男としてそれでよかったんか、なんか紳士的にでも反射的な人に注意した方がよかったんかって悩んだのよ。なんかね、考えるよね。そう。入りながらね、きっとね、その立場だそう、もやもやしてさ。と。いや、だからさ、それがな、妻であったりとかしたら、それはそういう紳士的な態度であっても何かしらの注意はするやろうなとは思うのよ。でも、見知らぬ女性がさ、いきなり肘でつついできてさ、それに対して俺注意せんなあかんだんかなとか思ってさ。いや、いいんじゃない？俺はね、俺も降りるな、電車。巻き込まれたくないもそうやんな。ん。本当にちょっと度が超えて暴力とかに入ってるわけじゃないんだもんね、その反社の人っていうのはね。そう、何もそういうことはなく。いや、もう立つ立つ、俺だったらもう立ってもう車両ごと変えちゃうかも、電車乗ってるのが長かったら。でも、外見見たら、ちょっとエイツさんも反射っぽいけどな。それ、俺だったのかもしれないね、一瞬。だから、なんだろう、逃げるのが多分正解ではあると思うんだけど、
結局子供の頃思い描けてたなんか自分らのかっこいい大人像にはほど遠くなっちゃったよね。だから本当は助けてさ、うん、大丈夫かいとか言ってあげてさ、名乗るものではございませんって言って、ね、電車降りてくとかっていうのがかっこいいのかもしれない。今はそんな時代じゃね。そうやな、できへんな。できへんし、俺たちの顔も十分人相悪いから言えない。マジで俺爽やかな方や思ってたのに、うん、あの一回鏡見よ。はい、いつもヒゲのチュハゲを、ご覧いただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。早いもんで、今年最後の放送ということで、うん、来年からもね、あのこの週1ペースでくだらない話をあの焦らずやっていければななんて考えております。それじゃあヒゲさん、はい、来年に向けて気合の一言お願いします。ちょっと待って、そうね、じゃあ、俺ももう、どうしよう、時間もあれやね、かなうかかなわへんか分からない。終了。というわけで、もしよろしければ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。その他、ヒゲのよりやす、ハゲのエイチの SNS 等もやっておりますので、概要欄からフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。